け足でマラソン人が行き過ぎる、まるで忘却無常に止まる私を誘っている
こんにちは。あれかな。お互い確実に一個年取りました。こんな暑い日は気づかざるを得ません。爪の作品
去年と変わらない今のところ、私の体力がね、はい、安心しました、楽しい時間ほどあっという間最後の作品となります。皆さん1回目にこの遠くまで来てくださったということで、見たいやつを言ってみます。その前に私の大道芸自発的行動以外は一切認められません。私が名指しをすることはないです。私の、大道芸の作品としては最も古い、ただこれに必要なのは想像力ただ一つです。
Thank you.
ただいまサザエでございますちょっと多分声違うけど再放送もやってるよね、はい、そんなわけで私2024の1回目終了でございます。なんかここでは私 の、 師匠山本光洋先生めちゃくちゃ前もうまいんですけれども、技を無駄に使う系の、とってもくだらないショーがこれから、約30分後に行われますので、もしまだ皆さん、まだまだこっち側にいられるやという方は見てぜひ見てってください。どうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。